コロナウイルス感染症は新型コロナウイルスですね、接触感染、飛沫感染、特に飛沫感染がメインです。飛沫っていうのは人と人が近くにいた時に移し合うものです。なので人と人がマスクなしで対面しているような状況が最も危険度が高いと考えてください。さらに、小さい小さい飛沫、まあしぶきですね、がふわ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 浮いて、通常の飛沫1から2メートルじゃなくて3、4、5メートルぐらいふわふわ浮いて飛んでいくという感染経路があるんじゃないかと考えられています。空気感染とはちょっと違うんですけど、よりすごい飛ぶ飛沫感染があると。そうするとふわふわ浮いてる状況っていうのは換気が悪いこと、密室であること、長時間滞在していることの、この3つが危険だということになります。そういった場をできるだけ作らないことが大事です。今回いるその韓国の果樹農園さんでは、外のオープンスペースと中があります。オープンスペースでは人と人がマスクなしで対面でいる時間を減らすことが大事になって、施設の中のスペースではマスクをちゃんとしてもらうことと、あと接触感染対策ですね、拭いたりするってことが大事になってきます。まあそんな形でお話ができればと思っています。現在山梨県の感染状況は、残念ながら外からウイルスが来るという状況ではありません。もう県内で広がっています。なので観光業界の方々がその県外から人が来て、その人から移されるのではないかという心配をされていると思いますが、徐々にすでに職員が山梨県の中にいるんだけど、そこで移って広がるという状況を想定してください。もちろん外から来るお客さんからもらわないようにっていう心配をするのは正しいことですが、外に県外に出てない人からも、県内でその普通に働いてる人と働いてる人で感染し合う状況がもう今後広がるでしょう。そう考えると職員の健康の状況と、職員が休む場所とか、職員がマスクしてますかとか、職員ちゃんと休める環境ありますかっていうことがどん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 重要になっていきます。そのことはちょっと今ここで確認をしておいてください。そしたら質問に答えちゃいますか。最初、じゃあ2回目の質問でもらってるやつを先にパパッと答えていきます。ですね、たくさんのお客さんに来てもらっています。そうですね、今日ここに来たらものすごいお客さんがいてびっくりしました。換気や順番待ちなどを改めて良い方法を知りたい。換気や順番待ちっていうのはその場所を見ないとわからないんで、今日こちらでどんな風になってるか見ていただいて、それを応用してください。店頭での果樹陳列、試食、空気清浄機は屋外でも効果があるか。まずですね、屋外での空気清浄機は効果がありません。むしろオープンだから必要ないでしょう。果樹陳列っていうのはそのあれですよね、置いてあるってことですね、ポンポンって。それ自体は特別問題ないでしょう。人がいっぱい桃とかブドウとか触っちゃうんだけど、箱触るんだけどっていうことがあれば、そこを拭くっていうのはナンセンスですので、だって拭いたってすぐ触るし、だからあんまり触らないでくださいっていうことが一つ。もう一個は、どっか触ったら手を洗ってください。お客さんには手を洗えるスペースやアルコールでシュッシュできるスペースを、職員の人には同じくそのいいタイミングで、定期的なタイミングでアルコールとかで手指衛生ができたり、石鹸で手を洗うスペースを確保してください。畑での対応に関すること全般って書いてあるんですけど、すいません、畑での対応が私にはよくわからんので、この後畑に行ってから農園の人に質問してもらって答えます。観光ぶどう園の開店に伴いすべきコロナ感染対策を教えていただきたい。これを今からやりましょう。果物の試食をした容器の洗い方、殺菌の方法、これはですね、特別その洗い方や殺菌の方法はあまり心配しなくて結構です。中性洗剤で普通に洗ってください。それで十分です。十分っていうのは、そのある程度の殺ウイルス効果も期待できるということですね。
そもそも果物を食べた人が全員コロナウイルスに感染しているわけじゃないので、まあ、せいぜい100人に1人とかもっと少ないかもしれません。あのですから中性洗剤で普通に洗ってもらうだけで結構です。で、食器洗ったら自分の手を最後洗ってください。感染しないさせないためのブドウ狩りの方法や配送ブドウの注意点。ブドウ狩りは今から行きますのでそこでお答えします。配送ブドウをするときに感染しないさせないためっていうの特別な配慮は必要ありません。まあ、強いて言うなら手をちゃんと洗った後にブドウで食べ放題お店で受付をして畑に行って行います。食べかすはどのように処理するかを知りたいです。今まではそれぞれのお客さんに1個ずつバケツを渡してその中に食べかすを入れてお店に持ち帰ってきてもらい1日の終わりに畑の穴に処理していました。それぞれの農園でやり方は違うと思いますが基本的に今までと同じでいいと思います。食べかす自体に感染性がもし万が一あったとしてもほとんどないですけどあったとしてももし気になるんだったらゴミ箱に蓋ができればいいしゴミ箱に蓋がなくてもこうゴミ袋をベーって踏んじばったら後で自分で手を洗ってください。これで十分です。石鹸で手を洗えばそれで十分です。畑の穴に処理していただいても全然問題ありません。なんかどっかにかあの種がいきなり笑い出してですね飛沫を飛ばすとありません。お客さんがブドウを取る際、一房一房手で触って回してみてブドウを選んでいます。触らないように言っても触ります。どのような対応がいいですか？ですね、まあ、触らないように言うっていうのがまず一つでしょう。もう一個は、その触ったら手が洗えるような場所を作っておくだと思います。お客さんに関しては、みんなが触ったブドウ、まあ、触らない前提なんですけど一応、みんなが触ったブドウ、触った後にこちらにアルコールが置いてあります、あるいは水場に石鹸が置いてあります、どうぞこちらへ手をお洗いくださいと、それでいいと思います。そうですね、うん、そうでしょうね、そこでしょう。次、従業員マスク検温はしていますが手袋フェイスシールドは必要ですか？どの場面かちょっと分かりませんが、まずマスクは特に狭いスペース、人が近くにいたり、そのお店の中ではマスクは必須です。体調管理は検温だけでは不十分です。熱が上がらないコロナの患者さんはいっぱいいます。ですから、喉の症状を、まあ、鼻水は微妙だけど、一応鼻水、咳、だるさ、頭痛、下痢は少ないけど、こういうような、その感染症を疑う症状があったら、休みなさいということが大事でしょう。まあ、例えば咳があったら休むっていうのはナンセンスなんだったら、咳と喉の痛みとか咳と熱とか今言った症状のうちの2つあったらこれ休まなきゃいけないよってするのはどうでしょうか。手袋とフェイスシールドですが手袋は必要ありません。手袋をつけてるとなんとなく自分は安心な気がしますが、そもそも手からウイルスやばい菌は入りません。今回のコロナウイルスが入るのは目と口の粘膜ですから、ここを最終的に触らなければ大丈夫です。じゃあ手袋、なんでダメなのっていうと、ちょっと想像してほしいんですが、手袋をしたまんまでいろんなところを触ってます。悪い例ですけど、あまりいい例じゃありませんけど、手袋に痰とかうんこがついてたとして、その手袋で他の人みんなに触ってるという状況です。したがって手は全く清潔じゃありません。自分を守ってるような気にもなってるけど、その手袋で顔を触ってたら全然意味がありません。大事なのは手袋をすることじゃなくて、いろんな人に触ったら手をしっかり洗うことです。手袋をつけたまんまいろいろすることは逆に不潔です。フェイスシールドが有効な場面は、マスクをしてない相手と特に相対さなければならない場面か、相手がマスクをしていても、長時間接しなきゃいけない場面です。まあ、例えばあるかわかんないですけど、店頭で、じゃあ桃どれがいいかなっていう商談を20分とかするとか、10分15分するとか、そういう時には、まあ、フェイスシールドをつけてるとより安心で安全でしょう。
ただ人とこう相対する時間が長くなければフェイスシールドをつける必然性はありません。次、飾り棚の商品に触って気が変わった際の商品、まあ、要は触ったやつってことですね。お客さんが座ってた椅子やテーブル、トイレのアルコール消毒はどのようにしたらよいですか。先ほど言ったように商品を消毒するっていうのはあんまり理にかなっていませんから、そういうのを触った後に手が洗える場所を作る、お客さんに対しては。で、職員に関しては手を洗うタイミングを決めたり、しょっちゅう手を洗うようにする、そちらが安全につながるでしょう。お客さんが座っていた椅子やテーブルはまあせいぜい1日2回ぐらい拭けばいいんじゃないでしょうかね。始める前と終わった後、もしあれじゃあ途中で1回消毒しますねって拭いてみせると安心効果は高いと思います。拭く際には、アルコールか、まあ、70% 以上のエタノールか、あとは次亜塩素酸ナトリウムを使うのが効果的です。次亜塩素水は効果がありませんので使わないでください。次亜塩素酸ナトリウムは結構塩素臭がするので、まあ、消毒した感はすごいんですけど物が腐食しますので、まあ、その場面によってはアルコールか次亜塩素酸ナトリウムどっちを使うかはちゃんと決めた方が良いでしょう。トイレの消毒はもうこれもしょっちゅうやってると大変ですからね。朝1回と終わった後1回、まあ、もしどっかであとやるんだったら真ん中で1回やってもらっても良い。拭く場面は場所は、トイレのドアノブ、それと手すり、座面、あとティッシュ、トイレットペーパーを使うあそこのところですね、というようなみんなが触りそうなところを拭いていただければそれで良いでしょう。次、フィールドアクティビティツアー会社さんからトレッキングツアーにおける留意点を教えてください。ごめんなさい、さっきトレッキングツアーって何ですかって聞くような私なので適切にお答えできるか分かりませんが、おそらくそのトレッキングツアーで来るのはバス、バスの中の感染対策が必要なこと、それとバスを降りて集合してテクテク歩くときはバラバラにオープンスペースで歩くので、ここはあまり心配ないでしょう。あとはみんなでどっかでご飯食べましょうっつってオープンスペースで食べるときはできるだけばらけること、で最後帰るときにどっかお土産屋さん寄りましょうっていうときはちゃんとマスクをしてもらうこと、要は人がたくさん集まるところでばらけること、マスクをできるだけすることでしょう。せっかくトレッキングツアーに来て空気がいいところでずっとマスクするっていうのはちょっとナンセンスな気がしますから、歩いてるときはマスクを外して距離を空けてもらえればいいでしょう。あと2個、観光バス事業者から、これ後でバスの中もまた見るんで、そこでお話をしましょう。バスの空調による感染防止対策は有効かどうか、感染防止に向けてバスの換気能力はどの程度が必要かの2点ですね。これまた後でお答えします。いいですか。はい、では移動します。はい、では三河先生ありがとうございます。ではこれからですね、現場の移動しながらご指導を賜りたいと思います。お待たせいたしました。これから第2部の実施として三河先生より、ご指導をいただきます。三河先生お願いいたします。はい、マスです。今日は山梨中央交通さんが対応してくれます。ありがとうございます。なんか入りますか。はい、バス入り口があって手すりがいっぱいありますね。人がいっぱい触る場所を高頻度接触面って言いますけど、この手すりは全部消毒をすべきところで全部そうです。はい、いっぱい触るところはしっかり消毒をします。入ります。邪魔します。すいません、また来ました。どうもよろしくお願いします。今日はバスの運転手さんが皆さん座ってくださってます。多分映ってると思います。バスのその中の感染対策ということでしたけれども、先ほど聞いたんですけど、この通路側の座席は全部開けてこう窓側に座っていただいてるんですかね、今は。はい、間隔を空けることというのはマスクとフェイスシールドと同じぐらい感染効果が非常に高いと考えられています。
1メートル言わず、できれば2メートル開けたいですけど、ここどう考えても2メートル開かないので、あの窓側と窓側にあの開けて座るっていうのは非常に良い対策だと思います。で、まあ、換気がですね、バスの場合はさっき調べたんですけど、まあ、大体3分から5分ぐらいで空気が入れ替わると書いてありますが、あの対策はどれもこれもできるだけやる方が良いと考えますので、窓が開けられるんだったら窓を開けた方がいいと思います。換気効率は上がると思います。ただし、暑いのとトレードオフなんで、さっきあの運転手さんたちとお話ししたんですけど、お客さんがいないところの窓はちょっぴり開けてもいいかなぐらいが落としどころな気がします。あのやれることはやって、できないことはやらない、その方がいいと思います。バスの中の消毒する場所ですけど、先ほどの入り口の手すりのほかは、まあ、普通に引っ張られる。いいでしたか？大丈夫です。大丈夫。はい。ここの手との部分と、頭の部分と、ここの手すりと、ここの手すりが一番触る場所でしょう。手が触るところが一番リスクが高いと思ってください。こういうところは、消毒がその必要になってきますが、一方で床面と座面とか背もたれに関しては、ここまで一生懸命拭いてたらキリがないと思います。まず、さっき言ったいっぱい触る高頻度接触面に関しては、その定期的に多分使う前と使った後に、アルコールか次亜塩素酸ナトリウム、での消毒をお勧めします。アルコールは 70% 以上、次亜塩素酸ナトリウムは 0.02%、 次亜塩素酸水は効果が、不安定なので勧めません。じゃあ床とか座面は本当に拭かなくて大丈夫なのかと言われたら、さっき言ったように対策はできることとできないことがあります。やって労力が多ければ結局続きませんから、できることに集中する方が良いでしょう。そう考えると床や座面は何かの定期的なタイミングで拭くのは構わないけど、毎回はちょっとやっぱナンセンスだと思います。もちろん感染者が出た場合にはやるべきです。あと何だろう、あ、そうだ、中央交通さんではオゾン発生装置を、よいしょ、こちらのオゾン発生装置を使ってその消毒をしているということでした。オゾンと紫外線というのは、あのコロナウイルスをあの殺す効果はあるとされています。まあ、ただ私がこの機械がその本当にそれをちゃんと実証できるのかよく分かりませんけど、少なくとも乗客の方の安心のためには意義があるでしょう。ただし安全を担保するかはよく分かりませんので、もし感染者が1人出ちゃった時にはオゾンだけで OK ってするんじゃなくて、しっかり消毒を拭いたりすることが必要になると思います。拭く時はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを、まあ、布にシュッシュッってやって細かいことはいいです。ちゃんと拭き取れればいいと思います。それで十分でしょう。あと運転手さんたちは、マスクは布やウレタンではなく、皆さんがつけてらっしゃる、この不織布のマスクがベストです。これが最も飛沫が飛びにくいし、入りにくいので、ぜひこれをつけるようにしてください。あ、なんかありますか？突然すいません。はい。どうしてもお客さんは少なくなってしまいますけど、今、中央交通さんがされてるその対策はもうバッチリベストだと思いますので、ぜひ参考にしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。じゃあ降りてくる、はい、降りた、あ、降りてくるのか、おー、そうか、はい、あ、なるほどですね。じゃあ、そうか、観光農園じゃなくても何でもそうですね。ご指導、ご指導、すいません、ご指導なんて怖くて言えないんですけど、今あのバスの運転手さんたちは皆さんいい距離感を保ってます。まずは一つは服
だと思います。まあ、家族同士が密着するのもどうしようもないですから、それはしょうがないでしょう。でもマスクをしている限りにおいては、オープンの環境であれば心配はないと思います。まあ、私たちや皆さんが言えることは、社外に出て人が集まるときには、マスクをちゃんとつけてください。お土産屋さんやサービスステーション、違うな、サービスエリアか、行くときはマスクをつけて行ってください。というふうに言うことがいいんでしょう。まあそれ以外は、例えば手を洗ってから、あれ消毒してから中に入るかどうかっていうことに関しては、安全を保つ、つまりコロナウイルス感染症を広げるかに関してはあまり効果がありません。ただ入り口のところで手指衛生をしましょうっていう態度を見せることは、この会社が感染対策に非常に気を使っているということを見せることができるでしょう。お客さんの安全にはつながりますので、まあ、もし物があって可能なんだったら、入る前にここでアルコールで手指衛生をしたさいとお伝えすることは、安心につながると思います。このぐらいかな。あとは、先ほど質問があったんですけど、荷物を下のコンテナのところに積む場合に手袋が必要かという質問がありました。結論から言うと必要ありません。手袋をつけても、守れてるようで守れてない。結局手袋を外した時に手が汚染されています。手袋をつけようがつけまいが何かに触ったらある程度消毒するで終わりです。なので、はい、なんか物を詰めって言われたら半身踏んで、で帰る時に手指衛生して顔を触らないで、それで OK です。それで全然心配ありませんので。アルコール置いてある。あ、本当だ、ちゃんと置いてありました。素晴らしい。はい。ピンクのやつでいい。ピンクのやつ。こっちですか。こっち。はい。これ、このエタノールなら大丈夫です。こっちのエタノールは、アルコールで手入れると、乾いて荒れちゃうんですけど、グリセリンが入ってて、手がスベスベになるやつが入ってる。何回やっても、そう、保湿がありますよってのがこっちですね。あ、これ違う。これ、クロルヘキシリンだ。ですね、こっちは、ピスコールはクロルヘキシリンです、これ。アルコールよりこっちの方が効果が落ちます。こっちは効果が弱いので、通常進めません。コロナウイルス対策。こっちのアルコールの方がいいです。はい。こっちは、プロベティキ。はい。以上です。どうもありがとうございました。すみません。ありがとうございます。チャットにご質問がありました。はい。ください。アルコール 65% では効果がないのでしょうか。 70% はなかなか手に入りませんというご質問が来ております。そうですね、 65% は効果がないわけじゃなくて、弱いっていうか遅い、時間がかかります。だから何もないよりは 65% でもあった方がいいです。あった方がいい。本当は無水エタノールが手に入れば、薬局とかで調整して 75% まで引き上げればなおいいんでしょうけど、無水エタノールも手に入らないから、それだったら 65% も良しとしませんか。ただ病院では使わないです。だって病院は本物のコロナウイルスの感染症の患者さんいますからね。はい。右側にアルコールがあります。よく頻繁に使っているがある方がいろいろ安心ではあります。ちょっとあるんじゃ、もちろんこれでもいいですけどね。まあ、そのこういうものを置くときにはどういうふうに置いたら使っていただけるかって考えるのが必要です。さっきから見てるとちゃんと使ってくれてるんでいいんですけど、もしスルーされそうだったら真ん中に置いて、もうここなんかやんなきゃいけないようなっていう、ここではうまくみんな使ってくれてます。目線の先にある。
それの良し悪しで、真ん中の人はすごく緊張を感じるけど、一方で邪魔だなっていう感じもあると思うんですよ。施設によって、どういうふうにしたら、皆さんが経営してやってくれそうかなっていうことを、いろいろシミュレーションしてやってみるといいでしょう。はい、ここ、あとここ、受付を取って、受付を取って、はい、まあ、ポイントポイントで置くといいです。でここから入って設定をして、これはですね、人の数が密にならないように動線をちゃんと決めてあるんですね。こういうふうにすると日本ではどこかも綺麗にこうやって流れていて、これは非常に良い工夫だと思います。ですから見てても誰も密にならないので。障害の受付がそこにあって、なんだろう、テープが貼ってあります。お客さんたちみんなマスクをしっかりしてらっしゃるので、マスクをしてる上で、そのビニールを貼っておくのは、安心にはなりますが、安全対策上はどうかっていうのは、安全対策上もいいかもしれません。接種をこの状況であれば、職員はつける必要がありません。よく見ると、あそこの台の上にもアルコールが置いてあります。職員の人がすぐ使えるように、お客さんにすぐ提供できるようにして、非常に良い場所に置いてあります。人がたくさんいたり、接する場面には、ああいう手指衛生ができるようなものがあると、より安心につながるです。非常に良い場所に置いてあります。はい。大丈夫だと思います。ありがとうございました。例えばここですけど、アイスクリームをこう渡したりするところですね。アイスクリームを手渡しするところの職員の安全が担保できるかということですが、渡すときには手袋は必要ないです。さっきも言いましたけど、手袋は逆に不潔なんです。それをするよりは、だってなんかこのまま渡したらね、看護師さんたちときにはやっぱり引っかかるところです。だけど、ああいう感じでアルコールが置いてあればいいです。たくさんの人と物のやり取りをするのであれば、アルコールを置いたり、石鹸で手を洗う場所を使って、何回もこうしっかり職員が手を洗えるようにすればいいです。はい、それがいいと思います。東様土産物がいっぱいあって、最初で触りますよね、こうやって。合いますよね。触ることを止めることはあんまり意味がありません。止めたって無理だから。だけど、触った後に、手指衛生をすればいいんです。例えば、物にウイルスがくっついてたと仮定したとして、でも、それを触って、顔を触らなければ大丈夫です。だから、触ったなら、その後に手指衛生をすればいいわけです。一般のお客さんには、手指衛生ができる場所をいくつも作っておいて、こちらでどうぞって、手指衛生できますよってすればいいですし、職員の人は物をいちいち消毒するのはナンセンスですから、自分の部署に戻ったときに、アルコールなり手指衛生をこまめにやりましょうというのがいいでしょう。もしこのお店の中で、一生懸命こう拭いた方がいいとしたら、ここです。ここと、ここ。この水平面は人がいっぱい触って、物が移動しますから、こういう場所が朝と夜とか、あるいはその業務時間どっかで1回、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで、こうやって拭いていくといいでしょう。こういうのを高頻度接触面で。ちょっと切り替えさせて。はい。ここはいい。こっちの方がいい。Thank you.
全体を見ると、このテーブルの位置は、比較的近
ダメだと。あ、ごめんなさい、大丈夫です。どうぞどうぞ、心配ないです。まあ、ただ家族単位で来る分には、どうしてみんなご飯食べるときマスクなしで食べるんだから、もうこれはしょうがない。もし万が一家族の一人感染者がいて、その家族に移っちゃう可能性ありますけど、それを言うなら車の中も宿の中もそれです。この場合はこれ以上の対策は通常必要がない。強いて言うと、さらに間を空ければいいけど、間を空けるとお客さんが少なくなってしまいました。それはもうお店ごとトレードして考えれば。オープンスペースなので、そんなに感染対策上、これ以上何かはしなくていいでしょう。ちょうどクソ暑いので、その扇風機がデフォルトで置いてあるみたいなんですけど、これも換気というかですね、空気を回す意味ではいいと思う。それはそれでとてもいいことです。はい。大丈夫ですか？じゃあ先行く？先行きますか？はい。先ほどから見てて思ったんですけど、マスクをつけるゾーンと、つけるゾーンを明確にするっていうのは一つなんです。こちらのお店は外のスペースと、中のお店のスペースの2つあって、外のスペースがマスクを外して食べるスペースがありますから、そのままそのマスクを外したままお店の中に入ってくる可能性があります。線を引いたり、ページをすることで、メリハリをつけると、よりお客さんにも分かりやすいと思います。マスクを外していいですよっていうゾーンを作るとややこしくなるので、まあそれはつけなくていいような気もします。じゃあ移動します。拾えてない？大丈夫？はい。iPad をじゃあ近づけます。はい。先生、iPad を近づけさせますので。はい。了解。じゃあ畑の方に向かいます。その動画で行きましょう。動画で行くね。はい、このまま。はい、行けてるね。はい。で、先生何かお話がある。何かお話、どうしよう。どうしよう。ご質問。何ですか、何ですか。ナイフとフォークが置いてあったところで、先生が接触感染もあるけど、なんていうか、アルコール消毒剤も周りに置いてあるし、そんなに心配ないっておっしゃったんですけど、そこのなんか兼ね合いというか、それガシャ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 やられると、ちょっと不衛生というか、うん、心配っていう声も出てきそうだなって思ってたんですけども、うんうん、衛生のことを言うんであれば、それは、要約すると、ナイフとフォークが共用でゴソゴソっていっぱい置いてあるのが、不衛生っていう考えもあるんじゃないかってことですかね。はい、でもそれってコロナ以前の問題で、物がガサガサガチャガチャってなるのが不衛生だと考えるんであれば、それを置くべきではないと思う。まあ、例えば、ごめんなさい。さっきのところで蓋をするとか、分けておくとか、そういう方法もあるでしょう。でもそれコロナとか関係ないです。一般論ですね。まあ、どっちでもいいように思います。うん。はい。あそこからコロナウイルスが伝播する可能性はあんまないと思う。はい。状況いいそうです。はい。熱中症の対策も皆さん気使ってると思いますけど、まあ、いや、なんか喋ることがないと苦しいから喋れますけど、水分を取るときは皆さん塩分も一緒に取ってくださいね。特にマスクをしてると水分忘れがちになりますけど、ちゃんと水分と塩分を一緒に取る。で、ポカリスエットとか言っちゃった商品名、スポーツドリンクは砂糖が入りすぎなんで、濃度的にいけば、ああいうのはちょうど半分ぐらいに薄めると、体に吸収率が良くなります。水分だけではダメで、塩と一緒に取ることで水の吸収が良くなりますので、そういう形で取ることをお勧めします。まあ、よく言われるのは、なんかしじみのすまし汁ぐらいがいいって言うけど、そんなもん屋外に置いてあるわけないし。OS1 っていうのは、蘇生はいいんですよ、高いし。
欲しいですね。あとは水分取るだけじゃなくて、ちゃんと休むことと、ふわっとしたり、くらっときたら、ちゃんと日陰で休んでください。ちょっともう一つ質問があるんですけど、あの先生がさっきあの桃を売ってたときに、うん、あのマスクを、マスガードみたいなの。あ、そう。あ、それで、先生がバスの時に、不織布がいいって、ずっと話をしてたと思うんです。で、あの、桃を売られてる時の人たちのマスクも、やっぱり不織布がいいんですか？感染対策上のマスクは、ウレタンや布よりは不織布の方がいいと思います。あの、バスは特に閉鎖空間なんで、だからなおさら気を使った方がいいんじゃないですかっていうんですけど、不織布の問題は、湿度高いことと使い捨てであること、あと濡れるとこがないので、まあ、他のマスクも一緒だけど、うん、だから特にこう狭い空間で密になりそうなところで働く人、病院みたいな、だから不織布のマスクがベストです。はい。日頃病院にいて、あの親執行なので外に皆さんお疲れ様です。あ、先生、一つ質問が来ています。何でしょう。長時間接する接さないの時間の目安はどれくらいでしょうかっていう質問で、はい、一応国 の、 その感染症研究所では濃厚接触の定義を15分としてます。結局それってこうなんていうの、比例関係っていうか、ある線でこう見るもので、5分だったらこのぐらいで、15分じゃこのぐらいってもんじゃないんで、どっかで線引きするんだったら一応15分。はい。だけど長ければ長いほどリスクは上がるし、短ければ短いほどリスクは減ります。はい。じゃあ、ここからブドウ狩りの畑になります。はい、お邪魔します。はい、じゃあブドウ狩りの畑に入ります。はい、はい。畑ですね。以上、ここ。で、ここまで来ていただいて、ハサミを渡して、で、こんな形で、はい、で、これを食べる。そうですね。そんな形。はい、で、食べた後ですね、皮とか種は、そのバケツを、まあ、こう使って、で、そんな感じで、こう入れて、はい、こんな形で取っております。はい。ぶどう狩りのこのスペースで、マスクを多分しないでしょう。屋外で暑い。で、まあ、こう、他のお客さんとすごい近くでですね、パクパクペペするとは思わないので、それはもうしょうがない。マスクをつけること自体が危険だと思うんで、つけられないと思います。で、ぶどうをこう、さっき言ったように触っちゃうのはもうしょうがないことなんで、いや、触んないでって、その商品的な価値も問題あるから、触んないでっていうことはもちろんそうですけど、このブドウをこのお客さんがこう触ることでお客さん同士で映るかっていうと、それはお客さんのモラルの問題です。あの、果樹農園としてできることはそれ以上ない。だから、ケージをしていっぱい触らないようにっていうのと、手を洗える場所を作っておくこと、その2つだと思います。ちょっと手が途切れて、方向をちょっと見たりします。方向自体が感染リスクがないかっていう話がありましたけど。ちょっと待ってます。ちょっとじゃあ、の方向性を動かしますね。ちょっとこう、自分の位置を、方向を、ここに入って、近くに。もしかすると、心かかりました。じゃあ、音声も入ってます。はい、音声も入ってるような、継続して。言ったら蓋すりゃいいけど、まあ、蓋をしたらなおいいんでしょうけど、そこまでする必要ないと思います。それを言うんだったら、例えば、皆さんの事業所の中とかにある花紙ティッシュを入れるゴミ箱は全部アウトになります。だから、そこは、しかもオープンですし、あんまり気にしなくていいでしょう。むしろ、それが一番いいんだと思います。例えば種とかもバケツにペペするんじゃなくて、この辺の土の中にペペしちゃう可能性はありますけど、土からですね、いきなり口が出る日にわははって笑って飛沫飛ぶことはありませんので、その感染リスクも気にしなくていいと思います。そこはあまり心配ない。
で種を片付けるときにはゴミ袋にちゃんと入れて、まあ、どういう形に処理するにしてもそれに触った人は最後にちゃんと手を洗ってください。もし気になるようであればしっかりマスクをした上で扱って縛って手を洗ってマスクは捨てる。それで処理する側は心配ないでしょう。例えばこういうハサミも共用で心配だっていうお客さんがいるんだら、一回こけるようにこれハサミ用の消毒なんとかですとか言って拭いてもいいですよって置いてもいいし、それは安心のためでしょう。安全上は別に対して問題にならない。はい、大体そんなところかな。なんかあります？すいません、ポストはこうだったんで、はい、あと何かありますか？大丈夫だから続けてください。はい、なんかご質問あれば。まあ、だからまとめれば、その今までの運用でいいんだけど、人が触るもの、それと人、そうですね、人が触るものと、手を洗うでいいと思います。何度も言いますが、コロナウイルスが入るところが目と鼻と口です。そこが守られているかどうかと、手がそこに行くかどうか、そこが重要です。そのためマスクができない状況ですね。マスクするのは危ないですから、暑苦しくって。だからマスクはできないという提唱するなら、今言ったような手洗いをする場所の対策をつけるということになるでしょう。はい。いいですかね。あ、質問が1点来ています。はい、試食をした、またブドウを食べた手で触った房を、触った人への感染リスクは低いということですか？というご質問です。感染リスクっていうのは、その行動によって変わっちゃうので、あとはウイルスがいるかどうかですよね。まあ、極論を言えばですね、触った後に手を洗えばいいということになります。まあ、ただこのブドウ農園で、それ、できないですよね。例えば、房を触らないこともできないし、手を洗うのも十分は準備できません。ならば、もうそれはそれでしょうがない。しょうがない。コロナウイルス感染症が爆発的に広がるのは、飛沫と、あとはその空気じゃないけど、こうふわ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 浮いたものが同じ空間にいる場面です。具体的には、老人がいっぱいいる施設や、ご飯を食べる、カラオケ、あとなんだ？ダンスクラブだっけ？なんだっけ？ダンスクラブじゃねえ、ライブ会場。そういったものでしたよね、今まで。決まってるんです。狭い空間で、マスクがあるかないか、ない人たちがわさわさいて大声出す場所って、相場が決まってます。接触感染っていうのは、ないとは言わないですが、程度は低い。で、さっきも言ったように、対策はできることとできないことがあります。できることに注力すべきで、できないことに関しては、申し訳ないけど、心配してもしょうがない。だってできないんだもん。それも含めてゼロリスクはない。ゼロのリスクはない中でリスクをいかに下げられるところで下げて、下げられないとかもうお客さんも込み込みでそれしょうがないって思うんでしょう。そうやって生活していくことだと思います。まあ言うとこの房を触って感染リスクがあるかないかって言ったらないわけじゃないけれども、他の飛沫感染対策のリスクを下げることの方が重要だということです。はい、あとは大丈夫そう。戻ってからでもいいし。質問は今来ていないですね。はい。じゃあ戻りますか。はい。ありがとうございます。美味しそうなぶどう。このままで。はい。じゃあこのまま。はい。うん、大丈夫です。先ほども言いましたけど、もう山梨県内は市中感染が広がってると思った方がいいです。思った方がいいっていうのは、東京ほどじゃないにしても結構都内とか首都圏に行ってない人でも出ています。多いのは企業の中と家庭内感染がもう出ています。以前その何かの記者会見でも言ったんですけど、これが増えてくるのはもう避けられないよって。質問が入ってきました。はい、質問。じゃあ、後で答えを。じゃあ、戻ったらチャット質問したいと思います。
はい。だからさっきも言いましたけど、県外からしたお客さんから移るっていう観念よりも、職員同士で移す可能性を考えてください。具体的には職員の健康は、先ほども言ったけど、熱だけじゃダメで、あ、そういえばさっきサーモグラフィー使ってましたね。あれいい案ですね。あの手間がかかるんで。サーモグラフィーは、あの、体温の誤差がありますので、あの、体調、症状を本当は聞けるといいですが、お客さんにはなかなか聞きにくいですね。ただ職員には遠慮なく聞いてください。職員が、その、気持ちよく休めるような環境づくりを、あの、できるだけ心がけてください。どうしても職員が私がいなきゃダメなんだって思ってる限りは、やられます、その企業は。あと職員が休むスペースやご飯が食べるスペースがすごく狭くなってないか注意してください。特にご飯を食べるときは休憩する場所が室内のクーラーが効いたところで狭い環境になっていないか、あるいはおやつを食べたり休むときにみんな一緒くたになっていないか、マスクを外して物を食べるときにみんな一緒になってたらいつも大変ですから、そこのスペースをなくすか、広い場所を使うか、工夫をしてください。あと、家庭の中で風邪症状があったり、熱症状がある場合には、家の中でちゃんと隔離をするようにしてください。まあ、今、山梨県内 PCR の検査は比較的潤沢にできていますけれども、全員が全員、その、検査に受けられるかっていうのは、それは、そういうものではなくて、それは医者の判断ということです。申し訳ないですが、その基準には従っていきます。ただ、ものすごいいっぱい検査やっててですね、昨日も、日中病院、熱の人だけで30人の人がものすごい数来て、お医者さんも看護師さんもへばっているので、できれば私たちは、あんまりいろんなところで歩いてほしくはないと。お客さんしょうがないですけどね。職員の食堂に移動します。はい、お願いします。ここのお店の職員さんのご飯のところは、ついたてで下げる。けど、めっちゃ注意喚起の。この方がいい。椅子の上にはこのような注意書きがしっかり。食事中会話を避けましょう。と距離を取りましょうという感じで網台。まあ私だったら病院の中だったらこの椅子は間引きます。椅子があると座るので、椅子を間引いてどっかに片付けちゃいます。そうすることで、ここに座れる人数を制限します。他のところで食べてもいいですよ。あるかも。で、他のお客さんが食べるスペースも同様で、椅子を間引く方がいいかもしれません。そうすると、おのずと座るスペースは限られます。定食面で感じとかなきゃいけなくなっちゃうから、椅子のテーブルも出せば減らすほど、密は避けられて、副場所もきます。そのギリギリの数は、ちょっと、まあ、お店ごとでカウントしてもいいかもしれません。はい。このお店はですね、広いので、空間が広いので、結構いい環境です。実際に休憩場所はもっと狭いことが多いと思うので、狭ければ狭いほど、その休憩場所が。ここは添乗員さんの決めそうです。さっき最初話をしたところですけど、ここはですね、狭いです。しかも椅子がすごい多い。中に入っていただければと思うんですけど、この狭いスペースで喫煙所もある。むしろ喫煙所の方がなんか中がそうな気がします。実は減らした方がいいです。で本当はできれば他に休憩所があって、人をばらけさせる方が安全だと思います。このスペースの広さなら中にいる人はマスクをしなければなりません。マスクを外してっていうことはできないでしょう。はい。例えばだからここ
このスペースで職員がご飯を食べるっていうのは、せいぜい3人って感じです。このスペースだったら、せいぜい3人ぐらい。はい。はい。はい、皆さんお疲れ様でございました。はい、また、三河先生、ありがとうございました。はい、これからの、ご指導は以上になります。こちらの方で、現在の社長でも質問を受け付けております。どうぞ今からチャットでご質問に三河先生にお答えいただきますので、まだ引き続きチャットじゃあ質問に答えます。手洗い用の消毒液とハサミの消毒は別の種類ですか？食品にかけられるアルコール消毒液の方が良いのですか？これ次亜塩素酸ナトリウムじゃなきゃいいと思います。アルコールの、その食品用のアルコールとそうでないものの違いは、酒税法に引っかかるか引っかからないかの問題だと思います。多分、イソプロパノールが入ってるやつとそうじゃないやつだと思います。で、別にだから食品用じゃなくても、アルコール、純正のアルコールだって 85% でも飲む人といますよね。私は絶対ごめんですけど、倒れますから。アルコール、エタノールであれば大丈夫です。はい。あ、でもここまでだ。はい。今チャットでのご質問を受けたまわりましたけど、他にございますでしょうか。お水いただきます。はい。三河先生が言われて、非常に外暑かったからですね。コロナウイルス以外でも、はい、熱中症対策までご指導を賜ったりしましたので、はい、ありがとうございます。またちょっと入ったようでございますけれども、よろしいでしょうか。はい。売店でのジュースやワインの試飲はいかがでしょうか。別に構わないんじゃないでしょうかね。この場合のリスクは、物に触れるということと、マスクを外すタイミングですね。でマスクを外すタイミングは、周りにどのくらいのスペースがあって、周りにどのくらいの人がいるかによって変わると思います。例えば狭いスペースで全然違う人たちがゴロゴロいる中でマスクを10分15分外してお酒をワイワイ飲むってこれ酒盛りですよね。これはリスクが高い。だけど例えば売店が広い、あるいは外のオープンスペースであってちょっとマスクを外してちょっと飲んでみるというくらいでは大丈夫でしょう。自分だったらマスクは外す時間を最小限にしてマスクをちょっと外してちょっと飲んでみてくださいと、ですぐまたマスクをつけてくださいぐらいの感覚でいいんじゃないでしょうか。ワイナリーのワインの試飲に関してはまた次回ワイナリーに行きますのでそこでお答えします。はい。試食を出しながらブドウの販売をする際に特に気をつけることは何でしょうか。はい。試食を出しているということは相手がマスクを外します。なのでこちらはマスクが必須です。暑かろうが何だろうがマスクは必須です。マウスガードじゃダメでマスクです。マスクをした上で、そうだな、こう接する時間がワンポイントであれば、例えばはいよーって入って渡して、はい、じゃあ向こう後ろ向いてこうやって食べてるとかですね、そのぐらいじゃいいですけど、なんかこうないと思うけど、こう試食をしながらですね相手とこう喋ると、こっちのブドウがねって、お値段はこうだけどね、このぐらいがよくってねって、じゃあ届け出るのにどのくらいかかるんですかってやり取りをするような時間の長さならば、相手がマスクをずっと外してんならフェイスシールドをつけるのありです。こちらはマスクをつけてフェイスシールドをつけるっていうのは場面としてあり、あとはマスクをしててここになんだアクリル板でもついたてでもある中でやり取りをする分には大丈夫でしょう。
まあ、飛沫に気をつけるということになります。相手がマスクを外しますので、それが気をつける場面、特に気をつけることだと思います。あとはその物を出して、じゃあその片付けますってゴミをじゃあ受け取るとか、いうときは捨てた後手洗えばいいだけの話です。はい。今、まあ、アクリルスタンド、アクリル板ですね、ここにちょうど飛沫感染防止のアクリルスタンド、こういうようなものでよろしいですね。そうですね、はい、多分こういうものを使わないよりは、対面でする時何かするときには使った方が、まあ、安心なんでしょうね。この代わりになるのはマスクとフェイスシールドだと思います。こっちですね。さあ、こっちです。これこれ。はい、これです。こっちの子です。はい。ありがとうございます。その他、ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、一応ですね、皆さんからたくさんのご質問ありがとうございました。一応予定の時間10分ほど超過はいたしましたけど、以上をもちましてご質問の受付を終了させていただきたいと思います。皆さんたくさんのご質問ありがとうございます。